こんにちは、鉄郎です。今日は知れば知るほど日本が好きになるというテーマの第2弾です。今回の内容も自然と共に生きる日本人の知恵と工夫を中心にお伝えします。これを聞いたらぜひ皆さんの大切な人に伝えたりとか語り合ってみてください。一つの話題としてもおすすめできる内容だと思います。それでは今日の目次です。1. 最強の日の丸弁当。 2. 防火対策の知恵。 3. 最高峰のマットレス畳。今日はこの3つの目次ですごいぞ日本を伝えていきます。それでは早速最強の日の丸弁当、ここからスタートしていきましょう。今日の丸弁当という事態をね、なかなかこう見ないくなってるのかなと思うんですけど、画像自体ね、こちらですね。はい、記憶にありますよね。懐かしい記憶がしますね。これはね、背景と一緒なんですけど、日本の国旗ですよね。白地に赤く、この梅干しがね、この赤の日の丸になってます。豪華な日の丸弁当になると立派なね、おかずとかが添えられているものもありますね。まあ、あの余談なんですけど、僕が中学生の時、おかずありの日の丸弁当っていうのはまあ当たり前でですね、結構周り言いましたね。白いご飯に梅干しがあっておかずがちょいちょいちょいって合ってるような子たち。僕もあの母親に梅干し入れてほしいっていうことで、必ずお弁当に梅干しは入ってましたね。中学生ですかね、成長期だからよくまあ食べましたよね。だからあのなんていうのかな、白いご飯に梅干し1個だけでもくんがいけましたね。さて、この日の丸弁当ですが、近年の栄養学で言うと栄養素が全くない野蛮な弁当になってしまいます。ここで言う栄養素というのはですね、多くのこのね、いろんなビタミン、ミネラルとかね、含んでいることのバランスのことを言います。米が 99% で、あと 1% の副菜が梅干しです。ですが皆さん、この梅干しの力を見くびってはいけません。米は酸性食品で、梅干しはアルカリ性食品なんですね。これが胃の中に入ると 99% の米の酸性を1粒の梅干しがですよ、カロリーをほぼ吸収してですね、エネルギーに変えてしまう。つまりこの日の丸弁当は食べてすぐにエネルギーに変換されるわけです。そういった意味では労働のための理想食とも言えるんですね。ですがビタミン類などの摂取はできないので、日の丸弁当にちょっとしたおかずを添えると最高の、まあ、最強の弁当になるということです。ちなみに梅干しは家庭で常備品として大切に食べ続けてきた食品の一つになります。梅は奈良時代に中国から捕らえし、平安時代にはすでにその薬効が説かれています。ということは古くからこれね、梅干しを大切にしてきたということがわかります。梅干しの強い酸味は主にクエン酸で、その他リンゴ酸、フマール酸などがありますね。これらの有機酸はあのこの成長作用というかね、食欲増進とか殺菌作用、こういったものにね、効果があります。日本人はその効果を現代医学で証明される前から体験的に知っていたということですね。これを使っているということは、疲れた時には元気回復に、風邪をひいたら湯に溶いて飲む、食あたりの下痢止め、夏バテ防止、妊婦のつわりなどにも使われてきました。これはもう日本人の常識ですけども、夏など食べ物が腐りやすい時には弁当にね、こうおむすび入れたりとか、さっき僕お弁当に日の丸弁当、梅干し入れるとかありましたね。こういった防腐の効果としても使う万能薬的な存在でした。梅干しってこうやって本当に考えてみるとすごいなって思うんですよね。あの普通に食べてるんでそんなに気づかなかったんですけど、改めてこうやって今回見てみるとですね、やっぱりすげえなと。それを科学のない時代にたくさん応用している、日本人やっぱりすごいです。明治以降は日本人たちも西洋とね、こう交わりがね、出ましたけども、そんな中で西洋人たちは日本人が食べている食事がね、質素だとか味気ないなとかね、批評するんですけどもね、今や日本食は世界が認めるものになりましたよね。ですから、あのたかだかちょっとした文明を先に開発したからといってね、偉そうな口聞くなと。ちょっとね、こう外国人はこう背が高いからといってね、こう日本人を見下すんじゃないよと。僕はね、あの海外に行って食事だけは本当に日本が一番だなと思いましたよ。皆さんどうですか、海外で食った方とか食事された方、思いませんか、これ日本食僕ナンバーワンだと思いますよ。世界ナンバーワンですよ、日本は。本当に美味しい、これたまらないですね。ちょっと話はね、変わりますけども、海外でビュッフェ並んでるのって日本人だけですよ。さらにさ、あの次の人のことも考えて、去って身を引いたりとか、この使ってる道具をちゃんとこう戻したりとかね、ある場所に戻すとか、海外の人たち見てるとです、外国人見てるとそんな文化はないですよ、本当に。だってビュッフェだってなんだって、相手らそっから自分の取りたい分を取りって入ってきますからね、これ。そういったものがもう全然日本文化と違うってね、俺海外行って初めて思いましたね。特にアジアでもマナーが悪い国ありますよね。僕のこのチャンネル見ている方はすぐわかると思うんですけども、あそこはね、もう順番とか他人とかも全然関係ないですね。平気で割り込んで自分さえ良ければいい。しかもうるさいんですね。日本は、日本人は本当に他人をね、思いやれる人たちだと、もう海外行ってもつくづく思います。ですからアジアでも世界でも日本がリードしていかなければならないと思いますし、僕はね、それが務めだと思いますよ。それはね、日本人しか絶対にできないと思いますよ。
皆さん、東日本大震災の時に、まあね、東日本大震災以外にもいろんな、日本はこの自然とともにね、第一章でも話しましたけども、死のともに生きてるわけじゃないですか。で、災害とも隣り合わせでいつもこうやってる中で、海外がいつも毎回称賛するのは何か、日本人はちゃんとその救援所でも並んだりとか、略奪行為が起きない。これだけで海外がいつもメディアが称賛してるんですよ。略奪行為が起きないことに関して、すごい民族だって言ってるんですよ。我が国日本で略奪行為ってなんだそれって皆さん思いますよね。そんなのするやついるのかと。そこが海外と日本のもう決定的な良心のもうこの心のもんが違うんですよ。これは誇りに思いたいですね。ということを力説していると全然進まなくなっちゃうので、2、防火対策の知恵、こちらに行きましょう。さてこれは江戸時代の話になりますが、江戸といえば火事と喧嘩は江戸の花なんて言葉が有名ですね。とにかく江戸では火事が頻繁に発生し、数年に1回は大規模な火災とね、火事となっていました。そこで火消しの働きぶりが華々しかったことと、江戸っ子は気が早くてね、派手なために喧嘩が多かったということで、火事と喧嘩は江戸の花と言ったわけです。江戸の建物は木造なので、火事になると燃え広がり大変なことになります。ここで知恵を絞らねばなりませんでした。その知恵を絞った結果がこの土蔵です。泥を塗って熱を遮断する方法です。塗り米から起こったこの土蔵の考案というのは大変な知恵で、地震、湿気、火事などに完全に対応する建物でした。そして屋根には厚く泥を塗って不燃性の瓦を乗せます。そして仕上げに軒裏にこのね、泥も塗り込んで完全防備となるわけです。そしてこういった完全防備の土蔵倉庫ができると、この技術を住宅や都市計画にまで応用させます。つまりこの画像にあるように、土蔵作りの建物をこの町の各ブロックごとに配置しまして、防火帯にしたわけですね。つまり木造だけだとですね、やっぱ火事って隣にどんどん移って、それで大きな火事になっていきますね。それをある程度ブロックごとに区分けをしまして、この土蔵の倉庫を配置する。そうすると横からね、火が迫ってきてもその土蔵は燃えないから、そこで止めるという、こういったことがですね、江戸の町並みの工夫としてまあ出来上がったということですね。そしてもう一つ知恵がありました。うだちというものを考案します。うだちというのはですね、切り妻式のこの家、まあこの画像出てますけど、まあ普段見る三角形のこの家ですね。このまあ家の両側にですね、屋根の上まで高く建てた泥壁のことで、その四角の画像見ていただければわかると思うんですけど、これがうだちになりますね。この壁です。これを建てておくと隣に火が移らなく、風が吹いても屋根が焼けないというものです。家屋密集地帯であれば、こういったことがね、ものすごく重要になります。そしてこのうだちが高ければ高いほど完全防備になりますね。この高くまでやればね、こう映らないとか風も避けますからね。反対にうだちが低いと、この燃焼、まあ要は燃え尽くる可能性が高くなるわけです。そこでうだちをね、こうやって高く上げる才覚のない人のことを、うだつの上がらないやつと呼ばれて現在も使われているわけです。面白いですね。あいつはうだつが上がらないやつだとかいう言葉あるじゃないですか。そのうだつって何かというと、この防火台の防火の泥の壁のことですよ。火事を防ぐためにはね、高くするね、そういう考えられたやつです。ちゃんと考えてるやつでも、考えてないやつはそのうだつが全然高くやったりしないと、むしろうだつを作らない。でそういったやつは全然才覚がないとか、だからどんくさいとか、そういうことになるわけで、ね、そっから来るのがうだつが上がらないやつ。これね、面白いですね。江戸の言葉なんですね。ということで今日はサクサクいきましょう。3番目、最高峰のマットレス、畳。これも面白いですよ。じゃあ行きましょう。今度は話は江戸からですね、日本の石器時代になるんですけども、縦穴式住居でしたね、その当時は。これは縦穴を掘って上からカラカサのような屋根をかけて作り上げています。カラカサってこの分かります？傘なんですけど、多分僕より若い世代の人はですね、馴染みがないかもしれないですよ。僕がね、小学校の時、ファミリーコンピューターって、つまりファミコンですね、これが流行った時がありまして、忍者ジャジャマルくんというゲームにハマれたんですけども、このゲームがね、カラカサというお化けが出てくるんですよ。それでね、僕はね、カラカサをね、覚えましたね。僕とね、同世代の方はこの画像を見たら懐かしいなと思うはずですね、きっとね。さて話を戻しまして、当時技術が未熟な時代ではありましたが、縦穴式住居は非常に丈夫で、台風大切に強かった、つまり風や雪などね、そういったものに強かったと。そしてこれはですね、水はけのいい丘に建てると夏は涼しく、冬は暖かいものになると。この縦穴住居は北方アジアからアメリカ、インディアン、北アメリカの北極圏に近い地方に起こった家屋形式です。さてここに南方の東南アジアの稲作農耕と一緒に高床式の収穫物を収める倉庫が伝わります。そうすると、稲作は皆さんご存知のように水田なんですよね。だから生活様式も自然と水田近くに住む必要が出てきます。ですが縦穴住居だと水田近くだと湿気もあって住み心地が良くない。そこで湿気などに対応するために高床式に変化していったということです。
例えば白川郷に残る合掌式の住居も先人たちの知恵がもたらしたものです。この白川郷は平成7年1995年にユネスコの世界遺産文化遺産に登録されました。日本では6件目の世界遺産です。合掌造りと自然との美しい景観に魅了されるこの白川郷の住居は屋根が非常に高いですね。家全体の3分の2が屋根であり、ほとんどが屋根裏です。これはなぜでしょうかと。この三角でね、囲ってる部分が屋根裏になるんですけど、このように屋根を高くすることにより屋根裏の空気層が常温常湿となり、居住空間の湿気調整を果たします。そして屋根の溶剤は蚊帳です。縦穴式住居時代から蚊帳を使っているのはそれなりの理由があります。この蚊帳を厚くすると熱の遮断作用が強く、さらに耐水性にも優れています。夏は熱を遮断し、冬は保温性が高い。こういったことからしばらくずっとこの蚊帳というのがね利用されてきました。さらにこの環境を生かして、この屋根裏ではですね、養蚕業が行われていました。今でも養蚕は見学できるそうですね。確かこれ予約すると見られるはずですね。さらに白川郷の家の向きはほぼ同じ方角を向いていますが、これは太陽の日差しと関係します。屋根の雪が溶けるように日の光がこうまんべんなく当たる方角を向いて建てられています。美しく見せるためにとかいうのではなく、厳しい自然環境とともに暮らしていく中で先人たちが知恵を絞った結果、今の美しい景観になっているということです。こういったね物語が白川郷にあります。歴史って知れば知るほど物事を深く感じることができるから、本当に素晴らしいものだなと僕はねいつも感激するんですね。毎回歴史を勉強するたんびに。皆さんはいかがでしょうか。歴史っていうとその年号とか暗記とかじゃないんですよ。歴史っていうのはこの生きてきたストーリー、人間物語が歴史なんですよ。そういった角度でこの歴史を見てほしいなって思いますね。さて家の話をもう少しだけ続けます。西洋の家は軒が短いんですね。しかし日本の家は軒が長いです。まあ今では日本の家も西洋式のものが増えてきて軒が短くなってきてるんですけど、昭和の頃までの家っていうのは軒が長いところがね多いかと思います。僕のこのおじいちゃんおばあちゃんの家とかも確か軒はね結構長かったです。ここにも日本のね自然との関係があります。日本の雨はこの風を伴うので、家の中のね湿度の均等性を保つために考え出されたのがこの軒を長くするという知恵でした。しかしこの軒を長くすると当然のことながら家の中が暗くなりますね。太陽の光を遮っちゃうわけですからね、軒が長いと。そこで家の中を少しでも明るくするために白壁や障子が光の反射板として発達しました。これもこの知恵と工夫の結果、白壁や障子、こういったものが日本の家の美しさになっているんですね。なんともまあ粋な日本人じゃないですか。だからね、日本人ってはセンスがある民族なんですよ。こうやって見ていくと生活の知恵をそのまま美しく仕上げていく、これはやっぱり外国人には僕はできないと思うんですよね。まあやったとしても日本の芸術性の高さまではね、まあ追いつかないなと思いますよ。今や海外の方が技術力が上だなんて言いますけども、まあ冗談じゃないんですよ。日本人が本気になったら必ずその分野で世界一になりますよ。それぐらい賢い民族が日本人ですからね。今は先の対戦でたまたま自信を失ってしまっただけですよ。僕はね、日本人の誇り強さ、こういったものを信じていますし、こういったことを次世代の日本を背負う若者たちに伝えていくことが大切だと思うので、今後もね、こういった話はね、伝えていきます。という話をしているとまた脱線しちゃうので戻しますけども、今度はですね、大陸から紙や敷物が入ってきます。ここでやっと畳の話になるんですが、この大陸から伝わってきた紙とか敷物をですね、さらに日本人は進化させて、畳というものを考案します。これを部屋に使うと、紙障子は湿気を調整すると同時に部屋の中を明るくします。そして畳は床からの湿気の遮断と保温を目的としました。この保温性が高い畳は奈良平安時代はこれを敷いてマットレス代わりに使ったそうです。ですから西洋のベッドという発想が育たなかったということらしいんですよ。これで面白いですね。畳を敷き詰めたということは結局ベッド、マットレスを敷いたようなもので、暖かいからそこに座るという日本の生活様式がこれがね定着していったということです。確かにですね、畳って座ってゴロゴロしちゃうんですよね。こうなんか安心するというか、その根本には心地よさがあるとこうね言われれば、なるほどなと納得しますね。ちなみに僕はね、父親の家に行くとですね、畳の間があるんですけども、そこでいつもねくつろいでますね。なんかね、そういったことを考えると、この畳の心地よさっていうのは日本人のこの DNA から来てるんだなと思うと、妙になんかねいいなと思いますね。はい。
そして紙障子じゃなくて襖ってありますよね。これは光を通さないから部屋の仕切りに使いました。昔の日本家屋って襖で仕切れるけど、全部開けると開放的になって部屋が明るくなります。僕の祖父母の家はまさにそうでして、寒い時はこの部屋を仕切って温めて、暑い時は障子とか襖を全部開けて風通しを良くしたと。こういった懐かしい風景はね、ほんと思い出しますね。家一つにしても日本の気候、自然をよく理解し環境に順応していったと。そこには先人たちの知恵と工夫があった。そういったことを僕ら日本人は受け継ぎながら今日まで生きてきたという物語なんですね。日本は、僕ら日本の先人たちは自然と共に生きる中で知恵を絞って生活してきました。西洋の考え方と日本は違います。西洋は自然をコントロール、つまり科学の力でコントロールするという発想がありますが、日本人は自然と共に生きる、決してコントロールしようとはしなかった。だから治水対策なども本当にすごい技術力がありました。今日本は明治維新後、西洋文化が良いとしてたくさん取り入れてきました。もちろんそれにより大きく生活が発展したことは間違いないと思います。しかし全て外国の文化が良いかと問われればそれは違うと思います。日本には日本の良さがあり、それは外国では合わないかもしれません。ですが日本には日本らしさがあることを外国に見せるべきだと思います。僕ら日本人はもっと日本に対して、歴史に対して、先人に対して、そして自分自身にもっともっと自信を持ちましょう。いや、持つべきです。僕は本当にね、日本人に生まれて良かったと思っています。皆さんはどうでしょうか。別にね、これは人種差別とかそういうことを言ってるんじゃなくて、純粋に自分の国を大切に思い、誇りを持つことは大切だよということです。ということで今回のこの第2弾はここで終了したいと思います。このチャンネルでは歴史、古典、偉人伝を特集しています。興味ある方はぜひチャンネル登録して共に学びを深めていきましょう。このチャンネルを立ち上げた理由はこの動画の概要欄にも載せてありますので、お時間がある方はぜひご覧になってください。本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは失礼します。